今回は、弾丸論破、石丸って一番まともだったせいで一番狂ったよな、を紹介していきます。それではご覧ください。途中まで割とマジでこいつが黒幕だと思ってた。あの中で一番まともな感性の持ち主だったせいで一番狂ったやつ。まともだったかな。凄まじく空気読めないやつだったような。多分まともな状況なら、場を引き締める風紀委員として抜群に有能だったんだと思うよ。みんなが張り詰めてる極限状態だったから、慣れない冗談とかで、場を和ませようとしたりしてから回るんじゃないかな。友人の死を乗り越えた覚醒イベントが死亡フラグバリバリなのと、かなり無理してるように見えて痛々しすぎるよ。あれ実際頭のネジ吹っ飛んで狂ったようなものだからね。あそこら辺は見てられなかった。あれはっきり言って狂ったようにしか。退場の仕方が超雑だった。伝統の、三勝でついでに死ぬ枠の一人。ひよことアンジーはついでというか、事故みたいなもんだけど、石丸は最初からアリバイ作りのために狙われてたし。ヤンキーが黒だったせいで狂ったのは覚えてるけど、なんで撲殺されたんだっけ？あの事件、ちゃんと意味があったのは、山田ともう一人殺して、山田を犯人にすることだから、特に意味はないと思う。狙いやすかったからかな。覚醒というか、極限の状況で追い詰められて、精神崩壊みたいなもんだろあれ。あれ震え立ったとかそういうのじゃなくて、狂ってしまったって描写じゃなかったの？セレスが壊れてしまったのです、って言ってるから、狂ったで合ってると思う。やってた当時は、でもここから一矢報いてくれるんだろ？とか思ってたんだ。今にしてみれば、これから死ぬって展開の導入でしかなかったけど。弾論で精神や肉体面で不可逆の変化を起こしたやつは、大体次の章でお亡くなりになる伝統。なんだったんだろう猫丸ロボ。とにかくミスリード狙いたいのと、キャラ数減らしたくなかったんじゃない？正直、意思注いだ終わりあたりが代わりになっても問題なかったし、石丸は善人すぎたから壊れてしまった。狂ったのか覚醒したのか、もっと率直にシナリオが迷走したのか。現実逃避から生まれた多重人格みたいなもんだ。石丸は出番少ないのに、女性人気高くてビビった。だって2章時点でキャラ確立したじゃん。こいつが進行を行ってくれてたから、死ぬと朝の食堂がシーンってするんだよな。石丸はいいキャラしてたし、生きてて欲しかったよ。まともではなかったし、唐突に狂った感あるわ。異常な環境に入ると、変に真面目なやつほど壊れやすいんや。別に大活躍したわけでもないけど、キャラに沼るという体験を初めてした子。大和田くんとの兄弟関係大好きでしたよ。あれは真面目すぎるゆえに、狂っちゃったって認識でよかったのか。プレイ当時は、白髪からの覚醒に見せかけて、一体何がしたかったんだと、ひどいこと思ってたわ。アートワークスだと、あの状態の石丸が、石だ、と名付けられてる衝撃。スタッフ的には、もうあの時点で、石丸は精神的に死んでる扱いである。そして石丸のインパクトに隠れがちだが、これ、性格といい行動といい、せめて見た目はマスコット的な姿にしないと、シャレにならんレベルでプレイヤーに嫌われるな。と、危惧されていたことに納得しかできない山田。石田は本編で自称してるし。アニメだと石田と名乗らず、俺は俺だー、と叫んだせいで、アニメで論破初見組に、俺さん、俺丸くん、と呼ばれていた。尺の都合で、活躍カットとかもどこかで聞いたから、半分は合ってるんじゃないかな？キャラの元ネタ的に、こっちの名前をはがくれにして欲しかった。いないと寂しいってなる子。忘れろビームとか打ち出すし、石田になるしで、なんやこいつ。ってなるけど、それはそれとして4章からの寂しさがすごい。言われてみれば確かに黒幕向きかもな。笑ってる立ち絵もなんか怖いし。まあ弾丸論破は、前園さん筆頭に怖い笑顔多いんだけど。黒幕は双言だけ聞いていて、黒髪赤目でキャラデザが万人受けしそうな、セレスと石丸が黒幕だと思ってました。名家の生まれゆえに、才能のおかげで、成功が約束されているという決めつけを否定したくて、努力した男だけど、悲しいかな。努力で全国もC地位が取れるなら、それはもう間違いなく天才なのだ。逆説的に、成功しなかったやつだけが盆栽だよね。評価された時点で、もう何かの才覚者だと思う。家柄とかによらない努力する才能なら、それでよかったんだろう。真面目すぎると不幸につながりやすいのだけは、どんな時代でも人間である限りどうしようもないな。本人としては、才能に溺れそうになった時の拠り所として、日々積み重ねることができて、裏切ることのないものとして、努力を求めたって感じだしね。おじいちゃん合唱？で才能はあったけど、転げ落ちて貧困生活であってるからな。本人も才能に頼るとおじいちゃん見たくなるって危惧してたし、
トラウマなんだろう。ただ皮肉なことに、努力を知らない天才である祖父が、才能に頼れなくなって転落したのと同じく、努力ではどうにもならない事態、殺し合い環境と親友の死に直面した石丸が、努力に頼れなくなって失意のまま死亡してるのがやるせない。これその点では、努力しても超高校級になれない日向くんとは違うんだよな。この二人の会話が見たいわ。落ち知ってから見たから、黒幕という発想はなかった。元から超人的な才能があった超高校級生徒たちとは違い、努力で超高校級に選ばれた数少ない一人、才能自体も幸運以上に普通だったから、一番感情移入しやすかった。生き残ってたら、皆の精神安定剤になってただろうな。それこそキリギリさんが苗木に言った、仲間の死を乗り越えられる人から、最も遠いメンタルだったのが石丸っぽい。苗木も乗り越えずに引きずる選択だったけど、二章の裁判で精神壊してく過程が悲しすぎる。苗木が、前園さんの死体が亡くなっていたことを報告したとき、死体のある部屋じゃ休めないだろうし、よかったな、いやく、で、悪気なしに言ったのが、すげえ皮肉になるくらい、メンタル面で対照的だったな。まあでも確かに、死体の出た部屋で寝泊まりできる、苗木くんもすげえよ。いちいちメンタルが強すぎる。異常な環境に、真面目な精神が耐えられなかったんだろうな。というか旗から見れば、肉体的死人をえにゃった精神的死人と、男の子版どこでも一緒に、欲情したオタクが、客観的にはクッソ症もない理由で、おそらく唯一の脱出手がかりを取り合いしている、という状況なので、集団として見れば、セレスさんの行動は間違いだったのかと言われると、判断に迷う。育成計画やハッピーでは、柔軟かつ、真面目さが良い方向に行ったキャラになってるから、本編でのあの最後は、本当に江ノ島の生徒しか、本来の1年間では、いい進行役だったんだろうな。大和田亡くなった後に記憶戻されたら、完全に廃人になりそう。いや、全員仲良かったらしいから、絶望シスターズ以外、全員発狂者か。アニメ版しか見てないけど、あまりにあっけなく殺されてない？大和田が死んでから、あれだけただじゃ死なないぞアピールしておいて、あれはねえだろ。多分将来は政治家だろうな。苗木くんに、努力した者こそが、報われる社会を作り上げるために、共に頑張ろう、とか言ってて改革意識が高かったし。そう考えると苗木くんは、アイドルの彼女ができて、政治家と野球選手と、最強の格闘家と水泳選手と、作家にコネがある、最強の一般人になる未来もあったのかもな。学園における、超高校級の幸運には、そういった意図も含まれてるからね。狛江田みたいな自前なのが異端。うちに入学できることそのものが、最上級の幸運、なんて傲慢とも取れるやり方、してるだけある環境だよな。世界が混沌としてなければ、戸上財閥の御曹司と円滑な関係性を築いただけでも安泰すぎる。戸上から友達認定される時点で、コミュ力が限界突破してる感ある。なんかの雑誌に出てたけど、苗木や日向って、バレンタインでチョコを複数もらうのは当たり前。ギリチョコかは知らんが、特技は誰とでも仲良くなれるっていう普通のものらしい。普通？苗木くんは、談論キャラのコミュ力最強なので、その苗木でも友達になれてない。冬子と友達になった困るよ。ハッピー弾丸論破で意外と子供の扱いっていうか接し方が上手くて驚いた。平和な世界なら、世の中のためになることをいろいろできる人材だったと思う。天候や接するのすごいわ。ハピロンな天候は誇張抜きに控えめに言っても気違いだけど。天候に関しては、大和田とチータンに対しての、バッドコミュニケーションっぷりはすごかった一方で、大門への対応で一線を越えなかったのは良かったと思う。まあ天候の過剰反応って基本的に、声高に唱えてるだけで、無害ではあるし、本人も改善したい気持ちもあるっぽいから、あとはトンガミくんに委ねよう。大和田とちーちゃんのあれって、殺し合い時空だとあらゆる意味で、シャレにならないというか、平和な時空でもあれはやばい。ちーちゃんの設定で目がいかないけど、やってることは性転換すると、常識的で良い人だって思えることもあるけど、女は気持ち悪い、男に色目使いやがって、と言いまくってる DV 野郎みたいなもんだからな。新月とのやりとりが特に良かった。そう考えると、片目やられて生き残るのは、さすがの坊ちゃん。まともだったっけ？なんか死人が出た時、凄まじく空気読めない発言してた気が。ワンの中だと、朝比奈が相対的にまともというか、普通な感じだった気がする。アルターエゴがなきゃ、もう少しマシな結末があったんじゃないかと思う。忘れろ忘れろ忘れろビーム。つまり石丸くんがみんなの記憶を消した犯人。殺し合い学園生活の首謀者。
待ってくれ、なんでそうなるんだ。希望は前に進むんだ、ゴリ押し。こいつにしろ山田にしろ、ワンって言動や行動がクズっぽいやつ多いよな。ワンに限らず談論は、割かし死者を侮辱するような発言や、勝手な行動するやつは必ず二人はいる。たまたまその状況だったからっていうのと、常時そういうこと言うやつが一人はいる。一周目は何がしたいのかよくわからないキャラだったが、購入前の予想実録漫画を読んで、作者が、ああこの子は壊れる役だな、と予想つけてたの見て、なんか一気に好きになった。クズ優は赤眼になっちゃったけど、4章まで自由時間に話しかけられない時点で、生き残りメンバーだなこいつ。ってなったなぁ。ある程度はメンタルの弱さによる部分もあったのかもだけど、成績の良さが才能に含まれてるキャラなのに、裁判中、あまりに頭の悪すぎるトンチキなムーブが目立ってたのは、本当に努力で才能までたどり着いた人なんだなぁとは思った。だから地頭は良くない、歯がくれ並みか、下手したらそれ以下。これまでの勉強で、どうにもならない事態に対しては、どこまでもポンコツになる。はじめは死体がある部屋うんぬん言い出すし、なんやこいつ。って思ってたけど、サウナで、まだまだ余裕やよ。って言い出してから好きになったわ。石田になった時点で、ああ、もうダメなんだ。と察して悲しくなった思い出、なんだったんだろう猫丸ロボ。お仕置き以外で殺しちゃいけないってルールが、モノクマにすら適用されてる通世界なのに、猫丸にうっかり致命傷を与えちゃったからね。全力で治さないといけない、ただし尊厳を踏みにじらないとは言っていない。ってなるあたりさすがモノクマだが、猫丸の方も幼少期は病弱少年だったから、鋼鉄ボディになって夢叶っちゃったとこあるし。石高のことがあったから、2ラストの日向覚醒も、正直おかしくなるんじゃないかとハラハラしたわ。